新年明けましておめでとうございます。鶴岡市議会議員の草島慎一です。1月2日、皆さんどうお過ごしでしょうか。昨年は、ね、年末の大晦日に、西目の災害が起こり、そしてまあ今年は穏やかな正月かなと思ったら、昨日の4時で能登で地震があって、鶴岡は震度4だったんで、ほとんど被害ありませんけど、津波のですね警報が、発令になって、多い時で2400名の方が避難をされてました。その避難所の、運営だとかそういう対応で、今日の10時までいろいろやってました。役所の皆さんもですねずっと昨日は寝ずに、仕事をされて、この被災者の皆さんの対応に、当たって、今日今朝の9時に、第4回目の、対策会議をやって、でその後どうなるかなって、まあ、でもその、その津波注意報か津波警報から注意報になったんですけど、注意報が解けてなくて、でも10時で解けてようやく、役所の皆さんも、仕事を終えたかなっていう感じで、今お正月がやっとできているかなって思うんですけど、とにかくそんな元旦、そして2日も午前中までそんな感じでした。今回の地震ですけど、本当にその能登、今石川県で30名の方が亡くなっているっていう大変な被害が生じています。で改めてこの日本という国は地震大国なんだということ、そして、まあ、今回も石川、富山、あの辺に、新潟もそうですけど、新潟には世界最大規模の柏崎刈羽原発があるわけですけれども、原発大丈夫かなって改めて思わされた次第であります。で、まあ、私の、阪神・淡路大震災以降の友人も今もう現場に駆けつけておりまして、能登のところで、被災地の支援活動を始めています。で今日は1月2日、元旦で1月2日、今年初めての街頭演説になるので、今思っていることなどを皆さんにお伝えをしたいというふうに思います。まず災害の対応ですね。私が今回何をしたかっていうと、できるだけこの避難所の避難者の方々、体育館でお休みになる方もいらっしゃると聞いて、これ段ボールベッドぜひ使ってくれっていう、そういうことを、市長にも、いろいろ担当の方にもお伝えして、昨日ですねとある避難所で、私も一緒に行って、ダンボールベッドをダーッと並べて、そこに、その避難所の、多くの方々にそこでお休みいただきました。ダンボールベッドって、実は2011年の 3.11 以降ですね、その時から始まった文化なんです。私もその神戸からずっと思ってたのは、こんな雑魚寝でプライバシーもなくて、なおかつ体育館の地べたに布団敷いてなんて寝てると、もうほんと底冷えして寝れないんですよね。でそれをなんとか解決できないかと思ってて、で2011年にようやく段ボールベッドの文化が始まったんですけど、なかなかその行政の理解とかその担当の理解も得れずに、なかなかその被災地に並べるって結構難しいことだったりするんです。で今回も使ってみないと分かんないからということで、できるだけ並べましょうっていうお願いをして、実際並べることができました。で、まあ、実際使ってみたことないから半信半疑なんです、初めは。でもできたものにちょっと横になってみたら、あ、なんかいいかもしれないってことになって、で今朝ですね、その、
避難所の自治会長さんから、ありがとうございましたって、幹部職員の方に連絡があったそうで、よかったなって改めて思ってます。日本のその被災地の避難所、ずっと私も見てきました。課題はたくさんあるんですね。でまず、雑魚寝でプライバシーもない、そしてベッドもあてがらなくて地べたに雑魚寝みたいな、そういう文化がこれまでの標準だったんです。で、ご飯は冷たいおにぎり、冷たいパン、甘いパンで、トイレは、簡易型のトイレできるんだけど車椅子の方とか使えないみたいな、これがまだまだ日本の被災地の状況です。でこれイタリアどうなってるかっていうと、家族向けのテントがあてがわれ、そしてベッドはあてがわれ、そしてキッチンカーがやってきて、初めからパスタだとかステーキだとか、もう本当に慣れ親しんだものを、あったかいものを食べさせることができるっていうことなんですね。で、はい、そのイタリアと比べると全然日本の被災地の避難所っていうのは貧しいっていうことが、もうこれ10年ぐらい前から言われてます。なかなか改善していかない。で私も避難所避難生活学会っていう、そういう学会で、いろいろ学ばせていただいてるんですが、早くですね、その海外並みのまともな避難所の状況にしなきゃいけない、これは私のミッションでもあります。で昨日はそれの一つを、この鶴岡市役所の本当職員の皆さんと一緒にできたかなって本当思います。皆が姿勢だからできたことだと思います。で昨日ですね、実は鴨水にも、避難者の方がいらっしゃいました。で鴨水偉いのは、だんだんご飯の時間過ぎて6時7時になった時におにぎりをちゃんと提供したんですよ。素晴らしいです、職員の皆さん素晴らしい。で、こういうですね、いつもの日常だったらこれが必要かな、あれが必要かなって思いながら支援をしていくってすごく大事なことで、本当それも自由にできる現場があるってことがやっぱ素晴らしいと思います。館長も素晴らしい、皆川市長も素晴らしいけど館長も素晴らしい、そういう、今回の支援の場でありました。でようやく、緊急じゃなくて、それが解けましたので、今日からは普通のクラスに戻りましたけれども、またですね、この地震、余震もそうだし、熊本地震余震の方が強かったみたいな、それがありますので、皆さんまずは注意して行っていただきたいというふうに思います。私は、今回ですね、今回というか、最近のニュース、皆さん、年末のニュースはまた金と政治でしたよね。金と政治の裏金だなんちゃらかんちゃらっていう問題で、あの本質はですね、金で動かされてる政治だっていうことなんです。今の日本の政治が何が判断基準になってるかって言ったら、金が判断基準になってるってことです。自民党の政治はまさに金もらってる企業のためにやる、まさに既得権益を肥やす、そういう政治が続いてるってこと。これまだまだと昨年のこの昨年末の政治と金の事件、未だにあんなことやってるのかと思いになった方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、そういう政治だってこと、今それじゃもうやっていけないんですよ。これから私は目指すべきは持続可能な社会に向けての政治をちゃんとやんなかったら、この鶴岡だってそうだし、日本も没落の一途をたどるだけだと思ってます。日本の経済政策ひどいですよ。賃金どうです？アメリカの賃金は前と比べたら 1.5 倍になってるんです。
日本はどうです？全然停滞してるだけじゃないですか。で、アベノミクスとか、アベノミクス何やりました？やったふりして何もやってないですよ。で、経済政策一番大事なのは、この地球環境のことだったり、まあ本当はこの今、脱炭素とかね、その、はい、気候危機とか言われてるじゃないですか。それに対応して、それに対応した経済を作っていく。グリーンニューディールって言われている、こうした経済政策、これ当たり前の政策なんですけど、日本ではできていません。まだまだ化石燃料に頼る。そして、まだ原発に頼る。もう、皆さん、ドイツはどうなってるか知ってます？もう、ドイツは原発の電気はゼロですよ。今年の4月15日、あ、昨年の4月15日、原発の電気はゼロにしました。で、まだ化石燃料にも頼っていますが、もう再エネの比率は 40% です。どういうふうにやってきたか。2011年のあの東日本大震災の福島第一原発が爆発した時、当時のドイツのメルケル首相、それからドイツの国会議員は2022年の末に原発やめますっていう、そういう法律を作って着実に脱原発をやってきました。2011年の段階では17基の原発がありました。その17基の原発一つ一つ閉鎖していきました。で、それと同時に何をやったかって言ったら、シーメンスっていう原発のメーカーがあるんですけど、原発作ってるメーカーがあるんですけど、その原発のメーカー今何やってるかって言ったら、風力発電を作っている、風車を作っている、そういう企業に変わりました。今だからシーメンスの社員はもうグリーン雇用のグリーン産業のに従事している社員になりました。そうやって産業の転換をやって脱原発をしたり、新しいまさにサステナブルな持続可能な社会へ向けた産業へもう生まれ変わらせるってことを世界中でやってるんです。でも日本はそれやってません。電気自動車も全然進んでないし、原発にもう一回頼ろうとして再エネも全然進んでない。今やんなきゃいけないのはこうした産業の転換なんですけど、今の岸田、そして金で動かされているような政治にはこれはできません。なのでまずは政権交代が必要だと思います。で、私は緑の政治を目指しています。緑の政治というのはまさにサステナブル、持続可能な社会を果たすための政治、それが緑の政治だと思っています。そして今ガザがもう大変なことになってますけど、もう2万人の方々が戦争で亡くなっている、まあ、こうしたことではなくてまさに平和を求めていくということ、で、持続可能な社会、ね、まあ、さっきから言いますけど、その持続可能な社会にはちゃんとした定義があるんです。まあ、今 SDGs っていうのが流行りで、17項目を満たすのが持続可能な社会の定義、社会ですってなってますけど、17項目って皆さん覚えてます？あれはねよく分かんなくなっちゃうんですよ。で、バッジつけてる人が17項目のうち3つぐらい満たしたらうちは SDGs やってますとか、ね、平気で言っちゃうんで、よくなんだかよく分かんなくなっちゃうんですけど、私は改めてお伝えしたいのは、持続可能な社会にはきちんとした定義があって4つの条件があります。せっかくなので皆さんにお伝えしたいと思います。4つの条件、1つは地殻から取り出した物質の濃度が増え続けないということです。で、2つ目が人間の社会が作り出した物質の濃度が増え続けないということです。で、3つ目が物質の循環となる生物多様性を失ってはいけない、自然が物理的な方法で劣化し続けることをしてはいけないということです。で、3、
て4番目が人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしてはいけないってことです。基本的なニーズには、生命を維持するっていうこと以外に、生計を維持するっていうこと以外に、愛情だとか、保護だとか、自由だとか、たまにはレジャーとか、9つの、分類があります。こういう基本的なニーズを妨げることはしてはいけない、まあ、こういう4つの条件を満たすのが持続可能な社会だって。これはスウェーデンの環境 NGO の ナチュラルステップっていうところの、カール・ヘンリク・ロベールさんという博士が、当時50人ぐらいのスウェーデンの学者と一緒に作った定義なんですけど、これは非常に分かりやすいんですね。でこの4つに全部違反してるのは原発です。ちょっと考えてみてください。ダムもこれ違反してますで農薬使いまくってる農業もこれもいろんなところに違反してます。でできるだけ違反しないようなその代替プラン、オルタナティブをしっかりやって持続可能な社会を目指していくって、これがまさにこれからの政策政治だと思ってます。それともう一つ大事なことは分かち合うってことだと思います。で昨年の12月議会の私の質問は、一つは総合計画、今も第二次総合計画もうすぐできることなんですけど、今まで総合計画で市民の皆さんとちゃんと分かち合ってみんなのものになってますかっていう質問をしました。歴代市長の総合計画皆さん見たことあります？ほとんどの方が見たこともないかもしれないって思ってるんですよね。で私も、まあ、議員だったから見たかもしれないんですけど、普通のだとね、そうじゃなかったら見てなかったかもしれないと思ってるんですけど、いや今これからはもうそういうことであってはいけない。総合計画立てるなら市民の皆さんに参加していただいて一緒に目標に向かって進むみたいな、そういうことにならないとこれからの社会やっていけない。本当そう思います。もう予算も限られてるし、人口は減っていくし、国からの補助金もどんどん減っていく。そんな中でどうやってやりくりできるかって言ったら、一緒に競争していく、共に作るってことをやらないとダメなんですね。で共に作るっていうのをやるにはとことん分かち合わないと、情報を分かち合わないと次の選択、次の意見も出てこないし、メニューのない喫茶店で、ね、注文できないと同じように意見も出てこないし、いいアイデアで一緒にやろうなんてことにならないんですね。なので本当のいろんなことを正直分かち合って、本当に次の未来を一緒に作っていく、そういう共に作る競争っていうのをやらないと持続可能な社会にはならない。改めて最近そう思って、で鶴岡のすごいとこ、実は今鳥を見るのにハマってまして、昨日おとといその3日前ぐらいに私も大鷲の写真をようやく撮ることができました。Facebook の一番初めにこう載っけたりしてますので、ぜひご覧いただきたいんですけど、カモが2万羽以上来ることでラムサール条約登録湿地になっている大山、上池、下池、ここにこのカモを狙ってですね、大鷲が飛んできます。で今日も見ましたが、ガンがですね、マガン、オオヒシクイが300羽ぐらい取りました。天然記念物です。まあ、こういう鶴岡ならではの自然の豊かさ、これ皆さんぜひこの、明日で三が日終わっちゃいますけど、ぜひお正月にぜひ体感してみていただきたいと思います。それと食文化ですよね。
ユネスコ食文化創造都市になって来年10年を迎えます。まあ、食文化で大黒様のお年や12月9日は必ずハタハタの田楽を食べる、豆尽くしのいろんなものを食べて1年豆に暮らせるようにって、素晴らしい文化ですよね。で、まあ、まだまだこれまで関わる方が本当一部の方々だけだったかもしれません。アルケッチャーノの奥田君頑張ってる、それは頑張ってるんですけど、それからね、山伏の精進料理もいい。でもそれだけじゃなくて、皆さんの食卓自体がまさにこの食文化創造都市の一つ一つの要素だと思うんです。で、皆さんご自身、皆さんお一人お一人がこの食文化創造都市のクリエイターだと思うんですね。ぜひ皆さん、あの、この鶴岡食文化創造都市の、ユネスコが認めた食文化創造都市の皆さんの食卓の食文化、もっともっと発信していただきたいと思うんです。今もツイッターが X になりますから、 X、インスタ、まあ、いろんなもので発信できますよね。で、大黒様のお年は一つとってもものすごい文化だと思うんです。あと在来作物60種類も、もう他のところで真似できないすごい文化です。こういうものを一つ一つ皆さんにアレンジしていただいて発信していただくこと、これがまさにこの食文化創造都市、これからどん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 発展していける、大きな要素だと思います。皆さんの可能性、それにチャレンジしていただきたいというふうに思うんですね。あと、その年末にあったシンポジウムでガストロミーツーリズムってのがありました。ガストロノミーツーリズムって食文化の観光ってことなんですけど、そこで講演された結構国連とかそういうところで、まあ、来賓の方の、食事を作ったりしながらも給食のデザイナーをデザインもしてるっていう、そのシェフの、まあ、世界で結構トップクラスのシェフの方が、鶴岡はガストロノミーツーリズムの聖地だって言ってくださったんですね。で、12月議会でもそれを取り上げました。で、市長もガストロノミーツーリズム聖地鶴岡っていうのを言ってくれると同時に、そのガストロノミーツーリズムのきちっとやるには市民の皆さんお一人お一人がその、要素を務めることですよねっていう、そういう趣旨の発言をしてくれました。まあ、素晴らしいことだと思います。もう本当、まさに観光というのは全ての産業が連関する、そういう産業政策なんですね。で、特にその食文化の観光っていうのは、もう本当市民の皆さんお一人お一人の食卓が世界につながるってことなんで、ぜひ、皆さんの食卓のクリエイティブを発揮していただきたいんです。で、どっかで見た人が、あ、こんなことやってるスローカーなんだって反応してくれて、今もフランス人がデワサンザの精進料理食べに来たり、台湾の方がスローカーに来て美味しいもの食べようって台湾の方が来てくれたりっていろいろしてるんですけど、まだまだやれます。まだまだ皆さん力を発揮してもっと稼げるスローカーになると思います。で、まあ、今駅前のねフードバーもちょっと今、しょぼんとしてるんですけど、そこも市民の皆さんのアイデアを発揮して共に作るを実践する場にしようじゃないかって、そういう提案も12月議会にさせていただきました。詳しくは私のホームページなどで YouTube でこういろいろ載ってるやつとかをぜひご覧をいただいて、またいろんなご意見をいただきたいと思います。はい、そうですね、今日はこの新年の初めの
演説なので、やりたいことをとにかくお伝えをしたいと思います。私がこれから掲げていくテーマは、分かち合い共に作る自然と共生する持続可能な鶴岡です。もうこんだけ自然豊かな素材もすごいし、鹿児島水族館もすごいし、ガスさんの出羽三山の文化もすごいし、ラムサール条約湿地、高山、上池、下池の鳥たちの営みもすごいし、あとは山菜があって、在来作物60種類あって、すごいことだらけなんですよね。まあ、だからこの鶴岡にいるからこその幸せってなんだろうって皆さんにぜひ考えてみていただきたいです。で、その一つ一つをぜひみんなでこの幸せってのを発信しようじゃないですか。私の知り合いの、まあ、観光カリスマの山田さんという方が、感じる幸せってそういう標語を作ってくれました。観光の観光なんだけど、感じる幸せっていう観光を、今いろんなところで、主張されてます。私もそれ同感で、スローガン、感じる幸せにぴったりのところだと思うんですね。ぜひ皆さんと一緒に幸せ感じるで、ほんといろんなことを分かち合って共に作り、共に幸せ感じる、そういう鶴岡、ぜひ作っていきたいというふうに思います。で、ね、年明けからその地震でこの災害から始まったこの2024年ですが、本当いい年にしたいと思います。本当この被災地の状況もそうだし、まあ、戦争で傷ついてる人もそうだし、本当に幸せってなんだろうってちょっと考えながら、何をしたらいいのかしっかりと考えて行動に移していきたいというふうに思います。あ、一つだけ、今日本の政府はさっきの既得権益肥やしの政治もそうなんですけど、もう一つ既得権益肥やし、原発だけじゃなくて戦争に突き進んでるってことも皆さんにお伝えをしていきたいと思います。安倍首相の時に集団的自衛権行使容認っていう憲法違反を犯し、そして岸田首相で安保3文書の改変っていうものを行いました。そして43兆円いきなり軍事費、防衛費積み上げ、これまさに憲法違反です。で、抑止力で平和が来るのか、来ません。抑止力高めたら危険になるのがこれまでのシナリオです。やんなきゃいけないのは日中友好だし、いろんなとこと仲良くすることじゃないですか。それこそ分かち合って話し合ってどうやったら仲良くできるかを協議する、これが政治だと思います。何そのなんだっけ、もうなんか抑止力とかなんか脅威とか何ですかね。で、台湾有事とか煽りに煽ってなんてことになってますが、昨年というか去年の、だからさ、一昨年タモリさんが新しい戦前っていう言葉を徹子の部屋でお話しされました。元危機を伝えてくれてんだと思いますけど、おともするとそうなっちゃいます。だからいろんなところにプロパガンダが敷かれて、私たちはちょっと騙されてるようなところもあるので、その部分はこの2024年しっかりと皆さんですね、注意深くしていきたい、いただきたいのと、私もこういう現場でしっかりと皆さんに本当のことをお伝えし続けたいと思います。2024年嘘つきの政治ではなくて、金儲けの政治じゃなくて、今だけ金だけ自分だけとかっていう政治じゃなくて、真実をきちっと伝えて共に分かち合い、そして新しい未来を
希望の未来を作れるその政治のためにしっかりとやっていきたいと思っていますし、皆さんにそのことをこういう場できちっと分かっちゃう、そういうお話をさせていただきたいと思っています。2024年なんか災害からね始まっちゃって、私も、なんか去年に引き続き役所の皆さんも大変だなとか思いながら始まったんですけど、とにかくいい年にしましょう。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わらせていただきます。はい、鶴岡市議会議員の草島真一でした。ありがとうございました。良いお正月をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。